こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon の出品画面ですね。インベントリー画面で、このブロックアンレス FBA という表示が出てきている方がいらっしゃると思います。この表示はですね、今まで自己発送で出品した商品、ホリデーシーズンの基準をクリアしてないと FBA じゃないんで出品できませんと、ブロックされてますという、表示です。ホリデーシーズン終われば、この表示解除されます。どっちにしてもですね、出品できる方も、ホリデーシーズンは、自己発送で送っても商品が届かないとか、なくなったとか壊れたとかいうトラブルが多いんでですね、ホリデーシーズンは FBA だけで乗り切ることをお勧めします。このブロックアンレス FBA、ホリデーシーズンのブロックのサインです。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。